セイザレ・ザバッティには、イタリアの脚本家である、ネオレアリズム作品で知られる。1902年9月20日、北イタリアのエミリア・ロマーニャ州レッジオ・エミリア県の中心地であるレッジオ・エミリアに近い町、ルッツァーラに生まれる。同州パルマ県パルマのパルマ大学で法学を学ぶが、執筆活動に身を投じた。1930年、28歳の時ミラノに移住し、書籍、 雑誌を編集出版するアンジェロ・リッツオーリのもとで働いた。1934年に、リッツオーリが映画制作を開始した後の1936年、ザバッティーニの名が原案、脚本として初めて映画にクレジットされる。1939年、映画監督のビットリオデシーカに出会い、パートナーシップを開始する。 二十数本にも及ぶでシーカとの作品には、以下のような、ネオレアリズムの代表作がある。1989年12月13日、ローマで死去。87歳坊つ。80作を超える、ザバッティーニ作品が提供されたイタリア内外の有名な映画監督には、以下の人々がいる。ガブリエル・ガルシア・マルケスの短編小説、ラ・サンタのある、登場人物の名は、 ザバッティーニから取られた。物語の中でのその人物は映画学の教師である。ありがとうございます。